先日、ですねあの自,衛自衛隊の話をこうさせてもらったらいろんなお客さんからこう意見をこのいただきました,た意見をいただいたのとあとは質問とあとはこう追加でこういうことも話してほしいというのを話してほしいというか、ね、私が話したらそれぜひネットでも言ってよというのをです、ね、もういろんな方からこう言われたのでちょっと追加版を、えー、やらせていただきたいと思います。えっとですね あの定年でどその後ど,どうすみたいなことになっててであの,あのね自衛官ってねずっと駐屯地にいるわけねあの陸士はそうだし結婚してないあの貸官もそうなんだけどあとは、えー、と幹部であろうともずっと駐屯地内で自衛官としての仕事しかしないもんだからさ。 うんだから外の常識ってのがないんだよねあの常識ないって言ったらさどこの組織にいようとも、うん、その組織内の常識に染まっていっちゃうんで世間一般の常識からまあい,いずれにせよ少し浮いちゃう側面はあるんだけどその程度が自衛官っていうのはちょっとひどいわけね。だから定年になったからいきなり外で。 どうにか働けっていうのはやっぱりあの辛いわけですよ辛いしあんまり現実味がないそこ頑張れって言われたって困るよね。あののなんだっけ野生の証明かあの昔の私がね中学生ぐらいの時の日本映画なんだけど、えー、高倉健がね元自衛官で退職して保険の外交の仕事やってんだけど慣れない仕事でなんか。 辛そうみたいなシーンがあるんでね <laughs> あの機会があったら見てください高倉健が主演で、えー、あとはえっとであのねやっぱり自衛官にとってリタイア後の幸せな生活ってのは、うん、前も話した通り 駐屯地内に残ってそれで前ほどは大変じゃない仕事をやらせてもらうっていうのが一番いいと思うんだよね。とあとはあのこれも前にも話したけど原発警備隊みたいのがあってそれで、えー、原発の警備とかをやらせてもらえるのが一番いいと思うんですよ。でだって原発っていうのはそう定まったところの警備をしてる分にはこんな体力とかもいらないわけじゃない でいざ有事の際にはその原発のことに関しては原発の警備隊が詳しくってなんか本格的にど,どうにかなっちゃうっていう時にはあの自衛隊に来てもらうんだけどその自衛隊との連絡だってさ元自衛官と自衛官がやるんだからさ非常に連絡もあのなんんだ意思疎通なんかもしやすいし全てにおいてことがうまくいくんじゃねえのっていう気がするんですけどね気がするだけ。うん いやするでまあ私はこう頭でそういうふうなのこう妄想してるだけですけどね。えっとあと「レンジャーどうよ」っていうのをお客さんたちから聞かれてでレンジャーっていうとすごそうでしょで私の知ってるレンジャーっていうのは、うんうん、なんだかな,なレンジャーなのよ。でレンジャーっていうのはねどのくらいだっけ2か月間ぐらい。 ただ頑張れば、もうそ1回レンジャーバッジあこっちだったっけどっちだったか私さあれが1回ついちゃうと一生がついてるわけよた,たった2か月だか3か月だかなんだかそのくらい辛抱するとあれついちゃうんだよねだからち違うんじゃないのっていう気が私はするんですけどねうん あので実践的な訓練やるかっていうとそれもやってないんだよ。なんかさただ辛いのを我慢したらもうくれるよみたいなやつなのよあれは。あんまり正しい訓練のやり方じゃないと思うんですけどね、うん。なんか実戦で役に立ちそうなことはやってるとは思えないですよ。だからレンジジャーバッついてても 私はあまりなとか思うの、ね、で確かにレンジャーバッジつけてて優秀な人っていうのはいるわけだよ。でもその優秀な人っていうのがどのくらいいるかっていうと私の感覚じゃあとの7割は何なのっていうと、うんまあど,どうでもいい人材でなおかつあのレンジャーバッジっていうものをつけたいからなんかそのレンジャー教育隊に入りましたみたいな人が。 いいいっぱいいるわけ <laughs> だから私はさそのレンジャーバッジをつけていたかったら 2, 2年にいっぺん10日間訓練がありますみたいな風にしない限りはダメだと思うんだよね。で2年にいっぺんどうやってやるかっていうとさ2年にいっぺんのその何月っていう区域があってその月にはいつ非常固集がかかるかわかんなくて非常固集がかかったらそれは夜中だろうが何だろうがとにかくすっ飛んでってその 訓練にすぐ参加してどっかヘリでわっと移動してポンと落とされてはい状況開始みたいなことをやらされるってその10日間耐えなきゃいけないみたいなね耐え,耐えてきちんと結果を出さなきゃバッジが取ら,れま取られちゃうよっていう風にしない限りはそんなレンジャーバッチってだから私はあの私は陸上のレンジャーでしたとか言っても不運としか思わない。うんだからあのレンジャーっていうのは あの形を変えるべきだと思いますけどもね本当にあこの人レンジだったらすげえなっていうふうに思われるような、うん、バッチにしなきゃあれはいけないと思いますよただついてるだけでなんか知ってる人から見ると不運ふんで終わっちゃうようなそういう、うん、体制っていうのはあのやめるべきだと思いますけどもね、うん、あの本当に訓練を続けててで 自衛隊のことを知ってる人から見ても一目置かれるような存在になるべきだと思いますよ。あの、自衛隊のその何て言うんだろうな。あの広報部隊の人は知らないだろうけど、私みたいに普通科連隊にいた人間からするとさ。全然大したことない人は全然バッチつけてるわけですよ。<laughs> そういう人がいっぱいいるわけでで、中には確かにすごいっていう人もいるわけで。 確かにすごいっていう人がそんなにいなくてで確かにすごいっていう人と全然どうでもいいやっていう人が同じに扱われている今の状況はあの昔もそして今もなんだよ、うんあの。それは良くないことだと思いますけどもねたあの適切な評価をされるべきだと思います。であの F 聞かれるんですけど、まあ、私は空人にいたわけでもないし飛行機の専門家でもないんでよく知らないんですけどもあの国産であるべきだと思いますよあの戦,闘戦闘機も何も何ねで日本は哨戒、えー、機とか輸送機とかいろいろ国産のを作ってますけども戦闘機っていうのはうん、まあ、今んとこやってないですよねあ,あえて言うなら F2 が国産と言えなくもないかなあれはソースコードも日本製だそうですから。 うん、あれはに日本製日本が作ったと言ってもいい,い,いのかな。で F35 は何がまずいのかっていうと結局はブラックボックスがあるわけじゃないでブラックボックスで何されてるか分かんないからさで将来、うん、例えばあの日本とアメリカが敵対することになってっていう状況があったとするじゃない確率低いけどさあったとすると。 アメリカ側はそのブララッッックボックボスにに仕掛けてるるトラップにスイッチオンとかやるかやもしれないよそうすると日本が持ってる F30 が全部飛ばなくなるかもしれない飛ばなくなるかもじゃなくて作戦行動中にぺちゃんと落ちるかもしれないよそういう仕掛け入ってないと思う私は入ってると思うよ私がアメリカ軍だったらやる絶対やるブラックボックスにそういう安全装置つけとく自分たちにとっての安全装置ねうん やると思わないだから国産じゃなきゃダメなんだよ有事の際にちゃんと動かなきゃいけないの訓練の時に動いてるだけじゃダメなんで、有事の際に動かなきゃいけないで、その有事ってのは対アメリカかもしれないよそれはわかんないんだよだから国産じゃなきゃダメなんだ玉とかの備蓄そんな少ないんですかっていうのもさんざんお客さんから聞かれてだけどアメリカからするとそうあって欲しくない あのいざっていう時にはアメリカにすがりついてこないと日本がどうにもなんなくなるっていうのはアメリカにとって気持ちいいよね安心だしさでアメリカ軍とガチでこうぶつかってグイグイやったっていうのはさあの歴史上日本とナチスだけなんだよ <laughs> この2つしかないんだよ。でナチスっていうのはもうなくなっちゃったわけじゃんドイツってものはあるけれどあのドイツだってもう。 え軍隊がボロボロのガタガタになってもうないも等しいみたいな風になっちゃってるわけだけどもあれはまあメルケルが悪いっちゃ悪いんだけどさもう一方の,あの日本はいろいろと <laughs> 頭を押さえつけておいてっていうふうにやらないとアメリカは安心できないだからそのためには弾薬もすげえ少なくしておいていざとなったらアメリカにえ弾分けてよって言わないと。 どうにもなんなくなるようにしとくってのはアメリカのこれは意向だろうね。そうでなないいいととアメリカは安心できないんだと思いますよ、うん、で日本のこう外交のまずいのっていうのは対アメリカに対してもこれまずいんだけど対他ののアジア諸国に対してもさなんかこう外交は非常にこのまずいよね。でインドネシアがさ あの新幹線の件では裏切ったじゃないであれってさ私はもしかしたら残留日本兵がもうみんな死んじゃったからやらかしたんじゃないかなっていう気がするんだよね。でこれはどういうことかっていうと、えー、日本っていうのはさ、えー、第二次大戦中にインドネシアに大量に、えー、兵をこう 駐留させてたんですよ駐留させてたっていうか戦争始まってすぐにさインドネシアを支配してたのは何だったっけオランダだったっけオランダの植民地に250年ぐらいずっとあそこはねオランダの植民地だったんだよで、えー、戦争始まってすぐに日本,日本軍がわーっと行ってオランダ人を追っ払ったわけ追っ払ってで今度戦争終わったらさ日本軍引き上げ っちゃったんだけどそうするとオランダがすぐにうわーってきたんだよ <laughs> 帰ってきたの「I'll be back」みたいなのに帰ってきたんだよでその時に残留してた、えー、日本兵とインドネシア人が協力して、えー、オランダをあの追っ払ったのそして独立したんだよオランダあのインドネシアってのはだからインドネシア独立の功労者なんだよ日本兵っていうのは。 だから残留した日本兵っていうのはインドネシアで、えー、国葬だったんだよあれ。インドネシアに残った日本旧日本軍の兵士は死ぬとインドネシア,インドネシアの国家が葬式を挙げてるのよ。だから日本で国葬って言ったら天皇ぐらいじゃない国葬って言ったらえらいことですよ国が葬式あげるんだよ。ででもインドネシアでは 旧日本軍の兵士はもうみんなたとえに二等兵でも国葬なんだよだから恩人なんだよでもその恩人がいなくなったところであのインドネシアはすぐ裏切ったんじゃないかね新幹線の件ではなんかすぐ手のひら返してくるあの様はなんとも早だなって <laughs> 私はあの思いますけどねであの日本のこの 戦後教育と言いますか、ね、あのあの戦争で悪かったのは日本,日本軍みたいなことにされちゃってるけれど、えー、実は、えー、日本軍のことを恩人と思ってる人は世界を見渡せば実はいっぱいいっぱるんですよだからここのこのことはあの皆さんに知っといてほしいです皆さんに知っといてほしいっていうか日本人はちゃんと知っとくべきだよね。うん、で日本のさあの歴史の教育って随分と。 おかしいんだけどさおかしいっつったらよその国だっておかしいわけね例えばあのロシアでは日露戦争を教えないんだって負けた戦争は教えない <laughs> すごいすごい教育のあり方だよな、うん、日露戦争は教えないであの日露戦争ってのはロシア人にとってはとんでもない衝撃だったろうねあの初めて白人国家に有色、えー、人種が勝ったんだよ だからあのロシア人だけじゃなくて世界中の,ああの白人にとってはあれはとんでもない衝撃だったろうけどその衝撃的なことをやらかしちゃったのはロシアで,でその衝撃的なことをやらかしちゃった連中は、えー、学校ではそんな事実があったことを教えないんだよ。<laughs> これは歪んでるんだけど日本の歪み方は逆方向に歪んでて何、うん、だかなって、うん、思うよね。うん うん、<laughs> えっとねえじゃあ次行きましょうえっとえっと幹部食堂での,あの出来事ってあれ幹部食堂でねどんな話をしてたのっていうふうに聞かれて <laughs>、えー、いくつか何,何個かの会話を私はねすっごい明確に覚えてるあ,のあまりにね衝撃的だったんで覚えてるんだよ。で 幹部食堂で幹部,幹部たちが何の話してたかっていうとさ「どこそこに天下,下りするんだったら誰それさんに話通しとけよ」ってうか <laughs> こういうのとかさあとはね「どこそこに行ったら行ったら」ってことは要は天下りしたら「天下りしたら、えー、仕事の時間中に日経新聞読んでるのはダメだからな日経工業新聞だったら怒らんないから」ってこういう話してんだよだから仕事する気ねえよ。 天下りしたら天下りしたいのでさ行った先でやるべき仕事をやりゃいいんだけどだからきっとやるべき仕事なんていうのもないんだよねあのただこう行ってぼっとこう座ってないんだきっと、うん、何々新聞だったら怒らんないみたいな話をしてるっていうのもいかがなものかなと思いますけどねあとはあのどこそこに行けたらさ行けたらさってのは要は天下りできたらさって話なんで行けたら 秘書が美人だぞとかね <laughs> まあこういう話をしてました。うんね、であのなんでこの話だけ覚えてるかっていうとさきっと声が大きかったんだよその時だけ。だから話してる幹部たちももう天下りの,のことになっちゃうとエキサイトしちゃって声がでっかくなっちゃったと思うんだよねだだからあのこっっっちちににも耳に入っちゃったんだよ多分ね。 であの多くの幹部はあの仕事の話とか普通に世間話とかをやってたと思うよ。だけどな,なんで私の耳 <laughs> はその天下りがどうのこうのっていう話があの耳に入っててなおかつ記憶に残ってるかっていうと幹部たちが思わず興奮しちゃって声がでかくなっちゃってそれでこっちまで聞こえたと思うんだよね、うん。だから多くの幹部は真面目に働いてると思います。 でたまにはこういうやからもいてで人間ってのは悲しいかなどの人にだってそのスケベーな部分はあるわけじゃん、うん、だからあんまり大げさに考えないでいようよ <laughs> こんなもんだよ、うん、この程度ですよあの自衛隊の天 <laughs> 下りはこの程度っていうかあの自衛隊は天下りできるところがそもそも少ないからねあのよあの警察なんかはさ防犯とかさ安全とかって あ,の名目であとはパチンコ絡みとかさ、うん、そういう悪さやってるやつらから比べりゃ自衛隊のはかわいいもんですよ。でなおかつねあの警官ってあの地方公務員なのねで自衛官って国家公務員なんだよ。で自衛官の方が給料は安いし退職金も安いわけ。うん、だからあの 私なんかの時代にねこういうのがいましたよあのちょっと気の消えたやつは自衛官から警官にく替えしてるやつがいたあの 2, 2年やって任期満了すると警官に乗り換えてるやつが何人もいましたね、うん、そっちの方が給料いい退職金もいいというんでそっちに乗り換えてるお利口さんたちがあのいましたあ。警察って言えばさあの 私が、ね、自衛官の頃ねあの、まあまあ、世間でも左巻きな人たちは自衛隊反対とかあれはいけんだとかやってる人たちはいたんだけど、えー、それ以外にもですねあ足を引っ張りに来るっていうかなあの警察官が自衛官を目の敵にしてたんだよ。で自殺があった時に。 えー、警察がイチャモンつけてきたんだよね他殺の疑いがあるから捜査に入るとか言って揉めてんだよあの市ヶ谷ってね私もう明確に覚えてるなあれはあの市一谷って駐屯地があるとさ一番、えー、南側に正門があるんだよで西側にね夜行寺門ってのがあるんだよ。 薬門っていいいうところに警察が何人人ぐらい十数人ぐらら十数詰めけ自衛官のあの自衛隊の経営勤務の人たちと警察官が中に入ろうとしてそこで押し合いになっちゃっててで警察官は何て言ってるかっていうと他殺の疑いがあるから俺たちが捜査するからどけとか俺たちを入れろとか言ってんだけどだけど一方で自衛隊の方は自衛隊の方でさ「いやあんたなりそういう権限ないから」って言ってんだけど。 これ何やってんのかっていうとさ警察からするとただ,にただ単に嫌がらせに来てるだけなんだよ。他殺だろうが何だろうが彼らにとってはどうでもいいことなのね。ただ単にに嫌がらせをしに来てたん <laughs> だからこんなことやってんだよん役人って。<laughs> ねでこ,こういうのを見てるもんだからあのこいつはあの役人ってものに嫌な印象しか持たなくなっちゃってた。<laughs> 嫌なっちゃう。でそれ以外にもさあのその夜行呪文っていうのはこう門があるじゃんで門があってその,ひあの左隣はなんだっけ機動隊だったんだよね当時は今は何なのかは知らないけど今も多分何らかの警察の組織があると思うんですけど当時はね機動隊ででやっぱりあのケチつけてくんで <laughs> なんだかねで。 であのもう一個面白いエピソードがあって、えっと、これは私があの直接やったんじゃなくてあの人から聞いた話なんですけどもねあ,のある訓練があって、まあ、行動も通るとでそのための、えー、許可申請をしてあってそれで警察からもあの許可の書類をもらっててで当日それではいじゃあ訓練始めますとかってやろうとしたら警察がわーっと来たんだって集団で。 パトカーが自体来たとかじゃないんだよ集団でわーっと訓練始めるタイミングでう旗手でであんたら許可取ってんのかって言われて、はい、じゃあ許可取ってますからこれ書類ですからって言ったらその書類を見てんてか言ったか警察官が何て言ったかっていうとこの書類は不備があるからダメだ訓練やめろって言ったの。でどういう風に不備があるかっていうとどこだかの漢字のこのこうって漢字の字がこう跳ねなきゃいけない部分が跳ね,跳ねてないとか で見ると、いやここ跳ね,ここねてるじゃないですか、跳ねが足りないとか言って、そうやってケチつけて訓練やらせないんだよ。でそれもただ単に嫌がらせに来てるの。用もないのに <laughs>、用もないのにケチつけて訓練をさせない、訓練の妨害に来てるんだよ、警察官が。で、な,なんで警察官はそれをやるかっていうと、なんとなく自己満足のために来てるでそんなな調子なの。 いちいちいち足引っ張りにくるでそういうさ警察官の嫌がらせってのは今はないんだそうですよ。でなんでなくなったかっていうとオウムだよオウムがサリン撒いた時に警察ではもうどうにもなんなくて自衛隊の手を借りなきゃいけなくなっちゃってであの自衛隊の科学防護隊出てくださいとあとは上久石木村だっけあそこに警察官行く時には自衛隊から装備借りてで当然 え自衛隊からレクチャーを受けてそれで家宅捜索行ってるわけじゃんだそっからだってさ、うん、あの警察官が自衛官に嫌がらせやらなくなったのだそうでもそういう機会がない限りは警官は足を引っ張る <laughs>、うん、なんだかなあだろ そういういいい変な話がねもうもうあのいいっぱいあるんだよで私が自衛官だった頃に空自の連中がプン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 起こってたことがあってそれは何だったのかっていうと、えー、当時の航空幕僚長が納品されたばっかりの F15 を乗り回して遊んでるって,って空自の連中がみんな怒ってた。ねだからうちでも外でもなんかおかしなことがいっぱいだらけなのですよ。うん、<laughs> いっぱいだらけです。 このいっぱいだらけの中で自衛隊をどうすべきかっつったらどうすべきなんだろうね。まあまあ考えていくしかないよ。あの一律一調でど,どうにかなるもんじゃないですよ。まあ、考えていきましょうよ。